はい、皆さんありがとうございます。今日はですね、イクメンを育てようという趣旨の動画で、今回お送りさせていただきます。世の中にはですね、イクメンという言葉があるんですけれども、これがイクメンとして成り立って日々のですね、産休育休中のお母さんですね、小さい赤ちゃん、この方々を育児家事本当に応援できている人何人いるのという話なんですけど、実はですね、統計的に意外に本当に男性っていうのは育休入ってもまあ役立たないみたいな人結構多いねみたいなところで、食事でアシストできるんじゃないかなというところですね。かといってですね、子供の離乳食とかそういったものを作るのは料理をしたことのない男性に対してはとってもハードルが高いと思うんですけど、いかがですかね。でこれから作る調理ですね、私はうどんをちょっと今回テーマにさせてもらってるんですけども、包丁を使わない簡単な調理で美味しく食べられる、そういったものを2品紹介しようなかなと思って、今回の動画作らせていただいてます。皆さん、まだ一言も発してませんけれども、これからちょっと試食をしていただいて、これってこんなに簡単に美味しく食べれるのっていうところに着地できたら今回の動画は成功ですというところで、始めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうかね。はい、それでは調理に入ります。はい、今回はですね、うどんを2種類作っていこうと思います。この海苔、鮭茶漬け、卵を使った和風カルボナーラ、ほぐしサラダチキン、すりごま、あとですね、このマーラーラー油、この食べるラー油ができてからですね、いろんな料理のバリエーション増えました。まあ、これを使う、あとですね、うどんなんですけどドレッシングを使うということで、汁なし担々うどん、これを2つ作っていこうと思います。最近の冷凍技術はですね、発展して本当にうどんも美味しい、チンするだけで美味しくできるということになります。この段階ですね、解凍時間が約2分から2分半なんですよね。そういうふうに書いてあるはずなんですけれども、で3分20秒と書いてありましたね。まあ、ただですね、やった中で2分半ぐらいでいい感じになるんですね。また3分に設定してやってみましょうというところで、うどんを私がこうやってる間にこれが解凍されますというところで、練習していきます。さあ、ここでまず担々うどんから作っていきましょうというところになります。ですね、こういうところからですね。まずベースとなるドレッシング、これを1人前1玉あたりですね、大さじ4入れていきましょう。大さじ、こういうのがあると便利ですよね。もうドレッシングはこれだけで本当調味料の役割を果たしていますので、すごく美味しい風にもう調理されているというところですね。こちらで、もうベース、うどんのね、うどんとあえるもののベースはこれでいいんです。あとですね、最近はほぐしサラダチキン、包丁いらないです、ね、この部分を、少しですね、こちらから、半分ぐらい入れておきました。あ、だからお肉系ですね、肉系が欲しいというところで、サラダチキン、ヘルシーですね、合いますね。バンバンジーとかごまで和えるので、ごまとチキンは非常に合うはずなんですね。ほぐしていきますというところですね。で、ここにこのシビ辛の麻婆のマーラーのラー油、これを小さじに入れておきましょう。で、これを和える、これだけでもう
なんていうんですか、見てください、これもう美味しそうでしょ。本当だ。それでもおかず一品になりそうですね。これはもうはっきり言ってバンバンジーですね。バンバンジーみたいな感じ の, あの味わいになると思うんですね。これをうどんにのせると、で最後すりごまを回しかける、これだけでいいんですね。簡単、簡単でしょ。これも少しベースに入れておきましょう。すりごまがいいんじゃないですかね、香りが立ちますので。混ぜて小さじ2で、ヤダチキンがこれ大体目分量ですが60から80ぐらいのグラムですね、量ですね。それに対して小さじ2のマーラー、カベラーが入ってます。でドレッシングにすりごまを入れて、ベースこんな感じ、ここに麺を和えていくことになります。でやるとこうなるんですね。温まってる、これはあの、なんていうんですか、袋のに目安が書いてありますので、600ワットで何分かみたいなところで、考えいただければいいなと思いますが、このうどんですね、温まりました、解凍してもちもちで、これを先ほどの部分ですね、パニーに入れて和えると、どうしてこぼすんだろう。混ぜ混ぜ、汁なしですよ。これベースができましたというところで、ここに先ほどのピリ辛のこれを乗せることによって、もはやマーラータンタンワールドになるわけですよ。これにさっきのすりごまも、もう少しねごまの香りが立ちますのでかけておきましょう。はい、これで1品目完成です。マーラータンタンうどんできました。はい、じゃあ試食ということで、実食ちょっとしてみていただこうかなと思いますが、はい、いただきます。香りがいいでしょ。香りがいいです、うん、いい匂い。何でしたっけ、マーラー汁なしマーラータンタンうどんですね。うん、おいしい、おいしい、普通においしい。見てたでしょ、え、ドレッシングでじゃないみたいですね、味付けが、うん、そうなんですよ。ドレッシングっていう言い方するから先入観あるんですけど、完全な調味料なんですよ。バランスのいいうどんと合うでしょ、うん、タレって感じ、タレって、そうなんですよ、ドレッシングみたいなタレなんですよ。で、このチキンが実は絶妙に合うんですね、うん、美味しいっしょ、美味しい。これいきなりイクメンパパがさっと家事の合間に出してくれたら、お昼これだけでよくないですか、うん、いいリアクションですね。すごい、美味しい。味のバランスちょうどいいですか、うん、あ、それは嬉しいです。結構あのすりごまもいい貢献をしてると思うんですよね、うん、辛さの調整すればなんかお子さんでも好みに、うんうん、今回ねあえてマーラーといってホワジョウが入ってる山椒ですね、入ってるのを選びましたが、これもまたちょっと本格的になると思うんですよ。ホワジャオが嫌いな方は普通のタベラーを使えばいいかと思います。料理番組っぽいでしょ、すごい。これは嬉しいですね、してやったりです。はい、お店でもごまタンタンうどんとか食べなくていいんじゃないですか。そんなレベルですか。家でこれで作れるのが本当ですか。簡単で、だって火も使わないでしょ、電気も使わないでしょ、そうですよ、水道光熱費使わないでこれがいくらで食べられるか、食べられるわけだから、これでね、ご満足いただけるというところ
まあ、非常にいいですよね。本当にもう包丁使ってないです。本当電子レンジだけ、電子レンジでうどんをチンするだけ、それだけちょっとね機械を使うお手間をおかけします。はい、続きましては、和風カルボナーラと題して、まあ、本当に簡単です。お茶漬けの素、刻み海苔、卵、これだけでいけます。この万能ですね、お茶漬けの素は最高です。まあ、ちょっと言ってる間に熱々の状態で和える、今回もですね切らない、包丁いらない、和えるってことで湯気が立ってます。この間にもうお茶漬けの素を全部かけちゃいましょう。これはですね、昆布だしとかいろんなあですね風味、旨味が詰まっておりますので、これをまた和える。香りが一緒、香り出してきました。届くでしょ、で塩加減がちょうどいいはずなんですよね。ちょっとしょっぱいかな、いやでも大丈夫だと思うんですよね。でこの状態で、卵ですね、卵こちらをで割って、ですね、あ失敗してしまいました。大丈夫ですね、そういうこともあるほら見事に黄身だけ救出しました。はい、でこれを真ん中にガボッと乗せますと、最後に刻み海苔入ってます。もうこのお茶漬けは完璧ですね。海苔なくてもいいっす、なんですけど海苔ちょっと多めの方が美味しいので、刻み海苔をこの周りにかけてですね、はい、2品目和風ペペロンの完成です。和風カルボナーラね、はい、これあったかいうちがポイントなんで、混ぜていただいてですね美味しく召し上がってもらえば。いただきます、はい、さあどうでしょう。美味しい美味しいでしょ。美味しい、味のバランスがいいんですよね、本当に。カルボナーラだねでしょ、和風のカルボナーラっぽくなるんですよね。あの卵は黄身がいい仕事してくれます。これ一生お腹空いた時に学生が家から帰って家に帰ってね、すぐこれで食べても美味しい、ちゃんとしたなんか一品になるでしょ。今見ました調理法って。すごいすごい美味しいでしょ。お茶漬けの素いいんですね。これすごい合うでしょ、でまた汁なしにさせてもらってるんですけど、汁なしってとこポイントですね。味をこうか辛みがもう最高になるというか、でこれまたその1パックが1玉的な部分でちょうどいいんですよ。よくできてるなと思ってて、計量しないでいいから、本当に料理が苦手な男性とか、初めてやるような人に向いてるんですね。塩少々とかでもね、いや塩少々って何みたいな、考えが分からない。いや本当それなんですよ、料理ね、動画とか番組の難しさ。でもカルボナーラなので胡椒とか振ると、それまた、ね、変わってね、あとはね、多分わさび入れてもいいと思いますよ。ああ、和だからね。和だから。辛み足しとしては。お好みで。七味でもいいですね。美味しい。美味しい。嬉しいですね。やった甲斐がありました。これがやりたかったんですよ。すごい。これなんかだから本当に小腹が空いた時とか、ね、イクメンだけじゃなくて、学生とか夜食とかですね、そういった部分でもちょっとこれ食べてね、簡単に軽食していくっていう人もいいと思うんですよね。仕事で忙しいお母さんもなんかできますよね。そうでしょ、帰って、だって、まあ、チンでもいいし、女の人ならきっとお湯沸かして家族全員分のうどん茹でてパッとかけて、あれなんだけど、すごい本当に簡単ですもんね。そうなんですよ。
まさかのうどんの本当に解凍時間の方が長いという調理よりね、これが調理と呼べるのかっていう部分なんですけど、仕上がりとして、その献立になってるっていうか、クオリティが高い、おかずになってると、うん、この時間でこれが出てきたら、うん、嬉しいでしょ、うん、うん、いや最高の回答ありがとうございます。さっきのごま担々も、うん、なんか本当なんだろう、何が効いてんの、ドレッシングと、うん、ラー油ですかね、うん、結構本格っぽい甘さとコクみたいなところに辛みが入ると、まあ本当にお店の味さながらになりますよね。なかなか家庭の部分だとシンプルな味、うどんだとねお汁とかも美味しいんだけどシンプルになるので、こういうところでアレンジ効かせるっていうのはすごくありですよね。ポイントは男性でも本当誰でもできる、汁を入れると薄くなったり濃くなったりややこしいんで、さっきの確かにそう入れる量なりを一発、そんな複雑を覚えることはなかったですよね、うん、このカルボナーラについては一袋そのまんまですので、まあ、ぜひですね、こう料理を苦手意識持たずにですねやってみていただきたいなと思います、うん、よかったですか、はい、はい、美味しかったです、美味しかったです、はい、じゃあこれをですね全国のイクメンとイクボスとかそういった人に、ね、お届けをして、皆さんで料理に抵抗感を持たずにですね美味しいものを作って家族を喜んでもらおうというような趣旨で動画作らせていただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。